はい、どうも、チョツです。というわけで、今回もマスターデュエルの方やっていきたいと思います。はい、ということでですね、マスターデュエル、久しぶりでございます。前に双剣のデッキ紹介を、上げたんですけど、それ以来ね、またちょっとちょいちょいはやってるんやけど、そんながっつりはできてないっていう状況でして、ちょっとね、一発ここで、気合い入れとこうかなということで、ちょっと動画回してみました。はい。で、今日は何をしますかと言いますとですね、双剣デッキを使って、実際に、ランク潜って、やっていこうかなと思います。いつもね、なんか解説みたいな感じで、もう録画されたものを、もう一回ね見ていきながら、解説していくみたいなやり方をとってたんですが、まあちょっと今回、せっかくなんでね、実際に、プレイしてるところを皆さんに見てもらおうかなと思います。なので、まあちょっと解説は少なめにはなると思うんですけど、まあ、実際にチョスがどういう動きしてるんかみたいなのをね、見てもらえたら、であとはまあ遊戯をどれぐらい楽しめてんねんお前みたいなね、まあ、そういうところも見てもらえたらいいかなと思います。はい。でサボってたのが分かる通りですね、現在ですねまだシルバーの4かな、でございます。はい。もうちょっと、月末でやばいんでダイヤモンド行きたかったんですが、いけるかな、まあちょっと頑張ればいけるんですけど僕のモチベがねどこまでもつかっていうところですよね。うんということで、まあちょっとここで、気合い入れてやっていこうかなと思います。はい。じゃあね早速やっていきましょう。もうねいきなりやっていきますよ。はい。ということで、コイントスバトル始まった。さあ後攻か、いや分からへんな、まあどうせ相手先行取る気がする。あ、やっぱそうですね。はい。ということでやっていきましょう。まあ実際にこうやって、リアルタイムつってあれやけど、実際にねデュエルしてるところを見せるっていうのはあんまりなかったんで、まあちょっと新鮮かなと思います。じゃあやっていきましょう。相手何の出来でしょうか。ということはこんな感じで2ビル持ってますね僕で。まあ双剣も何枚か来てると。で相手がハーピーヒステリックサイン、さあハーピーデッキかってなるとトライブリゲードとか入ってる可能性もありますね。さあどうでしょうか。まあちょっと相手が考えてるところとかはちょっとカットできてるところはカットしていこうかなと思います。はい。ハーピーレディ、ハーピーチャネラーですね。フィールドにおると、ハーピーレディになるんかなこいつらは。はいはいはい。で、万華鏡で、デッキからハーピーレディかハーピーレディ3姉妹いったら出てくるよと。で、ハーピーレディ1が出てきましたね。はい。まあ、こいつらはハーピーレディとしてルール上扱うよっていうものになっておりますので、出てこれるっていう感じですね。さあ、まあ、こっちには2ビルがあるんで、相手が5回以上特殊召喚してきたら、もうこれはね、2ビル出して、蹴散らしてやろうかなと思います。はい。さあ、ハーピーコンダクター。さあ、今まで特になんか強そうな動きはしてないけど、どうでしょうか。エンド!なんだ!なんだその展開は!これはなんかいけそうやな。さあまあ相手のお手札誘発何枚あるか分かんないですけど、でこのヒステリックサインって何やっけ。このカードが手札フィールドから墓地へ送られたターンのエンドフェーズに発動する。デッキからハーピーカード3枚手札に加える。あ、まあそれはいいや。このカードの発動処理として、あーなるほどね。だからサーチしたかっただけか言ったら、ハーピーコンダクター、自分フィールドのハーピーモンスターが戦闘で破壊される、魔法ドラップカードを、あーそういうことか、それで破壊してみたいな感じか。まあちょっとやっていきましょう。まあ、とりあえず、爆や召喚からの流れでいいかな。はい。いや、待てよ。これ、あれできるな。待てよ。ビシュダやります。はい。ビシュダ出して、ビシュダ一体で、剣装を出します。んで、ビシュダ効果で、まあここはハーピーサーチされるのあれなんで、ヒステリックサイン戻しときましょう。よしよしよし。で、ここから展開ですね。はい、爆薬通常召喚。で、爆薬効果。で、まあここ、竜炎見せればいいか。はい、竜炎見せて、同君出ます。さあ、もうここは一気に、いやどうしようかな。ここな、一気に攻めたいよな。まあ、石章でいいか。はい。石章を出して、まあ、相手2ビルがないことを願いますね、これは。で、まあ、石章、チェーン1、爆やチェーン2でいいかな。対抗することによって、石章を、誘発から守れると。うらら打たれますが、まあ、これは爆やに対するうららなんで、関所はしっかりと効果通していけるよっていう感じですね。はい。
まあいいですいいです。はい、で関所効果で、まあ、ここでしっかりとサーチしてくることが大事ですね。はい、でここサーチするのが、あ、どうしようかな、これ迷うな。まあ、双剣門にしとこう。はい、んで、龍炎効果ですね。で捨てるカードは暗転でトークン出しますよと。はい、2体出ました。でもここはバロネスでいいかな。バロこっちの方が強いかな、もしかして。いや、いいか、バロネスで。はい、はい、バロネス出てきました。で効果でじゃなし、まあさっき効果使っとこうか。じゃあバロネス効果で破壊ですね。はい、じゃなし。さあ双剣門で、どっちが増えるか、こっちか。バックヤ出しましょう。でチェンなしでバックヤ召喚。はい、これで殴れば勝てるよね。はい、いきます。ほいほいほい、あ、出した。ああ、双剣門使うんでよかったなまあいいわ。はい、ということでワンキル決まりましたね。はい、ありがとうございます。さあ2戦目。はい、じゃあ僕先行ですね。これは先行取っていきたいと思います。やっぱね、先行取るだけで相手もあのここでね、通信切断してくる場合もあるんで、あ、今回は行きましたね。はい、ちょマジでさ、よし、手札もいい感じ。まあここは、金券から始めていきましょう。はい、でまずここで、6枚選んでいきますね。でここ選ぶのは、まあガイザー、クリムゾンブレーダー、ショウフク、セキショウ、ショウエイで、剣装かな。まあこれでいいでしょう。で相手うららありそうな予感。あ、いけた。さあここで6枚めくっていく。さあまあ手札の感じで言うと、もう、初動とかはあるので、まあここは妨害を手札に加えておくのがいいかなって感じなんで、あ、どうしようかな。でもあそこで、あ、迷うなこれ。迷うね。まあ相手のまあ、墓穴にしとこう。OK。ここは墓穴でいいです。まあ、これで適当に戻していきます。で、これで僕はもう、ドローできなくなりましたね。なので、爆弥の効果とかも使えないですが、まあ、いいでしょう。で、ここで、爆弥召喚。で、爆弥効果。で、龍炎チラ見せして、トークン出しますね。さあ、ここで考える。さあ、エフェクトベーラーとか来ても、墓穴でなんとかなる。さあ、どうだ無限法要とかやと無理無限法要は罪ですね。さあどうでしょうか。おっと、増字打ってきた。さあしかしここで僕には、策があります。ここで墓穴ですね。はい、さあ墓穴加えといてよかったですね。はい、でこれで増字を、除外しちゃいますと。まあ次のターン僕も増字使えなくなるんですが、まあ手札にないので大丈夫ですと。で爆薬効果通して、トークン出てきますよと。で、ここでシンクロしてもいいんですけど、まあ、ここ先ね龍炎使います。でこれ龍炎使って、はい、こうでいいか。はい、龍炎出してトークン出しますと。まあ、こうすることによって今召喚4回ですよね。で、このバロネスを先に立てることによってニビルケアにつながると。はい、もうよくやりますねこれ。んでバロネスは、まあ、守備でいいでしょう。はい、まあ、これライスト警戒。はい、で龍炎効果で、ダメージ与えますが、まあ、半分と、壺の効果で半分しか与えれないよという状況になっております。で、ここは迷うよね。石章を加えるのか、あ、じゃあ石章を出すのかドラガイトにするのかっていうところですよね。まあ相手のデッキがまだわからないんで何とも言えないんですが、まあちょっと後続考えたら石章のがいいかなと思ったので、ちょっと石章にしてみましょう。はい、さあこの1枚がね、ハーピーとかじゃなければちょっとまた、考えも変わったんですが、ちょっと後続欲しいので、何かしら回収しておきたいので、いやどうしようかなこれな。まあシンプルに暗転加えて妨害加えるっていうか増やすのもありなんだよな。うん、
それか、まあ、次のターンのこと考えてタイヤ加えとくっていうのもありですよね。うん、今の状況やとちょっと、後続がなさすぎるので、まあ、相手に悩まさせないっていうのもありやけどな。まあちょっとタイヤにしときましょう。はい、タイヤ加えて、でこれでエンドです。はい、これでもう十分強い。で次のターンね、ハーピーもあるしタイヤもあるん でバロネスは使いません。さあ相手の展開、おお、やっぱライスト来ましたね。まあここは正直バロネスが残るんで使わなくてもいいかなというところ。まあいいでしょう。はい、 OK です。まあ関所を攻撃表示で出したのは守備力が1000しかないっていうのがあったので、あえて攻撃表示にして、まあライスト食らってもしゃあないかなぐらいの気持ちで、考えてました。無限起動か、サーチしてくるやつですね。どうしようかな、むずいなこれ。うわ、無限起動わかんねえ。まあここでサーチ、いやーここ使いましょう。はい、これ使うことによって、もし相手この辺が何もなければもう罪なんで、これ何かあればまあもう仕方ないと。で、まあ、次のターンの OKOK、 さあ伏せてきた、よし来た。はいはい、ありがとうございます。ということで、いい思考できましたね今。うん、いい判断ができました。あそこ通してたらまた展開されたかもしれないんで、ナイス勝利ということで。さあ勝てば昇格というところで、ダイヤモンドじゃないわ、プラチナ3まで、行きたいですねこの動画で。ということで先行ですね、もちろん。さあここで相手が切断しないことを願いますが、どうでしょうか。はい、行きましたね。はい、ということでやっていきましょう。はい、ということでこんな感じ。いやー手札がずっといい今日は手札がずっといいよマジで最高。はい、じゃあ壺から発動していきます。壺2枚しか入れてないんですけどねこれで。まあ6枚で、まあ、いつも通りですね、ガイザー、ブレーダー、招福、関翔、翔英、双剣と。はい、でめくっていく。でチェーンはあるかな、どうでしょうか。これチェーンでうららとかあればもう食らっちゃうけど、まあここで増字打つっていう手もあるんで相手は。はい、うらら来ましたね。まあこれはちょっとどうしようもないんで、まあなんかある感じ出しといて、何もない感じ出しておきますね。はい、でこれでうらら通っちゃってツボ向こうと。まあちょっと痛いですねこれで。これはバロネス立てとくのかどうするのかというところなんですが、まあこれはとりあえず爆薬からいきます。でも無限包囲を食らっちゃうとだるいんですけど、まあちょっと賭けですねこれ。はい、お、いけた、 OK。相手も誘発ないかなこれ、この感じ。じゃあ関所行きます。これで関所を出すことによって、いやどうしよう、守備の方がいいんかなこれ。いやまあいいや。はい、みんな細かいことはもういい。で、サーチしていきます。でここでサーチするのがどうしようかなこれな。暗転加えといて、まあ結局龍炎で墓地送っちゃうけど、うーん、まあいいでしょう。はい、で、ここで龍炎ですね。はい、効果で捨ててチェンなしと。でまあここ出して、トークン生成しますと。もう同じ流れずっとこの作業。はい、じゃあ2体でバロネスを守備で出して、で手札の妨害2妨害構えて、あ、効果ですね。はい、で軽くダメージパンチして、あ、あいつサレンダーしてきたいやまあそうやんな、それはサレンダーするか。はい、ということで、なんかあっさり勝っちゃいました。ということでランクアップ。はい、プラチナ3まで来ましたね。はい、動画撮り始めて、まあ難なく3連勝と。なんか見どころねえな、もう一戦やってみるかということで、相手も、プラチナの、3ですね。なのでまあなんかそろそろ環境デッキとか来てもおかしくないかなって思うんですが、どうでしょうか。まあなんか特にこっちがただ回してるだけで動画今んとこ終わってるんで、ちょっとなんか展開欲しいですね。というところで、今回高校ですね。でうらら握ってるっていう状態で、まあナリキンゴブリン、まあこれはいいでしょう。はい、さあ、まあ、手札入れ替えて僕が1000回復しただけなんで、
テラフォーミング。これなんやろな。まあ、ここ止めどころっちゃ止めどころ。アンデッドワールドとか、まあ、なんやろな。テラフォーミング。ここ重要ですね。まあ、テラフォーミング入れるってことは、フィールド魔法重要なデッキになってくると思うんで。いや、迷うな、これな。まあ、ちょっとおもろそうやから通してみよう。はい。そう、こういうの通しちゃいます。ああ、戦闘機か。まあ、そっかそっか。そうだよな。で、エイリアゼロでいきました。さあ、環境デッキとやっと当たれましたね。そして、しっかりとレイが出てくると。で、エイリアゼロ効果で、何やったっけ、これな。戦闘機、僕ね、全然知らないんですよね。対戦したことしかないんで。まあ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 、いいでしょう。はい。で、レイチェーンで、リンクですね。まあ、綺麗な流れしてますよね。はい。で、出てくるのが、雫ですね。で、あ、見てなかったな。ちょっと待って。めくれたのが、うらら、あ、フュージョンデスティニーダッシュガイド。はい、これかわいそうですね、ちょっと。さあ、で、1伏せ。ウィドアンカーかな、これ。どうやろうな。で、雫効果入るんで、まあ、ここにうらら打っときましょう。はい。で、相手のサーチ無効にして、こっち単回できますね。はい。で、もう一枚うららあるんで、まあ、今のタイミングは当てたかなと思います。で、人雫か。微妙ですね。この伏せがウィドウアンカーなのか何なのかっていう感じですけれども、まあ、とりあえずエクレシアかましてみるか。で、無理でも双剣暗転でなんとかなるんで、はい。まあ、守備で。はい、増字ね。はいはいはい。増字は無理ですよ。もううららで無効にしますから。はい、黙っといてくださいと。うらら何枚やんねんと思ってるよな。でもチェーンなしで、はい、無効にしました。で、ゆっくりとエクレシアの効果を発動していく。で、出すのが、まあここはシンプルに爆矢でいいでしょう。で、爆矢効果ですね。では、まあどうせ使う、竜装権限チラ見せしてトークン出しておきましょう。はい。で、ここからですね。どうしようかな。いろいろ選択肢があるんですよね、これ。迷うな。まあ、魔法使わしたくないんで、ドラガイト出すのが一番正解かな、この盤面的に。そうやな、これにしよう。こういう時のドラガイトですから。はい、攻撃表示。ドラガイト出して相手の魔法トラップをしっかりと、使わせないようにしていくって感じですね。で、ドロー。いやー、またか。まあじゃあここは使っときましょう。はい。で、サーチがまあ安定の龍炎ですね。はい、龍炎サーチしときます。で、まあ龍炎だよな。じゃあもう、権限、まあでも皇族、いやー、いいわ。はい。守備で出してトークン生成しますと。さあ、あ、ニビルなさそうですね、この感じは。で、2体でいつものバロネスと。 OK。 はい。で、ダメージもしっかり与えていく。じゃあバロネス効果使っちゃって、いやー、まあ、雫破壊でいいんじゃないかな。いや、これ気になるな、ちょっと。これ破壊してみよう。あっと、ブラフでした。はい。まあ、じゃあ、一回使ってみる、ドラガイト。ちょっと、ドラガイトチャレンジしてみようか。これでニビルがめくれたら僕の勝ちです。無理か。はい、無理でした。はい、ありがとうございました。じゃあもうバトル行きましょうか。まあドラガイトで。はい。
で、レイ効果でまたいろいろされるんですが、まあバロンスで向こうにしといたらいいんじゃない？で、で、バロネスで殴りますと。あれ、ちょ、音が消えたよ。音が消えたよ。大丈夫？で、メイン2ですね。で、まあ、これ、ブラフセットして、ひとしずくセットして、まあ、これでいけんじゃないか？さあ、どうでしょうか。で、バロネス効果使う？まあ、向こうにする効果使っちゃったんでね。ここ使った方がいい気がするな。よし、使おう。バロネス効果で出すのがイグレシア出してもいいんかこれ。いや、こう双剣どっちかやな。まあ手札ないんでリュウエにしとこう。まあそれすることによって双剣暗転を使うことができますね。これでドラガイトで魔法トラップ無効にできるし、暗転で破壊もできると。さあどうする相手は。さあ、おっと、しっかりレイを握っている。さあここは破壊しに行っても結局レイの効果使われちゃうんで、まあいっか。エリアゼロ効果ですよね。でそれにチェーンして、まあめくるだけなんで結局どうしようかな。まあいいでしょう。はい。でそれに対して多分レイがチェーンしてくると思うんで、まあそこに対しては特になしと。で出てきました。なんだ、あー見えましたね。なんだこれは。フィールドの表返しモンスター1体対象として、そのターン、効果を受けない。はあ、なるほど。特にですね。はい。はい、OK です。さあ、バトル。そっか、こいつダイレクトアタックできるんやったな。まあ、それはだるいんだよな。ひとしずくで効果無効にするってのが一番賢いかもしらんな。もしかしたら。やってみるか。はい。ちょっとやってみます。はい。で、まあ、龍炎もいらないんで。いや、龍炎、迷うな、これ。双剣暗転でもいいんか。ほい。で、イーグルブースト使ってきましたね。で、対象に取れないよみたいなやつですよね。まあじゃあドラガイトですよね。そら、ここは使うしかない。で、ここでこの1枚が何かやったらちょっと僕きついですけど、ここはチェーン通ってドラガイトで無効にしていく。さあこれでひとしずくが通って、ダイレクトアタック阻止と。で、相手サレンダー。ああ、よかった、勝てたわ。あぶねー、勝てました。いや、よかったよかった。いやー、危なかったですね。はい。ということで、やっぱドラガイト強いですね。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今回はがっつりと双剣で、ランクマ潜ってみましたけれども、こんな感じでございました。まあ、ちょっとね、ゴリゴリの環境デッキばっかりっていう感じではなくて、まあ、結構、面白いデッキたちと当たれて、まあ、なんか逆に楽しかったのかなという感じですね。うん。という感じで、まあ、ちょっとこれからこういうテイストで動画出していこうかな。うん。なんかあんまり解説してるの、ちょっとね、なかなか体力使うんで、なんかこれぐらいのテイストの動画をちょっとやったら、またコンスタントに上げていける気がするんで、まあこんな感じで、またねマスターデュエルの動画も出していけたらなと思いますので、よかったら皆さんチャンネル登録高評価していただけるとね、またすぐに動画出せるかもしれないんで、もう結構ね、皆さんのその高評価とかチャンネル登録で僕のモチベも変わってくるんで、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。ということで、今回は双剣でランクマに潜ってみたよという、動画でございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回のマスターデュエルでお会いしましょう。バイバイ。